はいドナルド松山の貸金業務取扱主任者講座ガイダンスの方をご案内していきたいと思いますじゃあ最初に講座の案内なんですけれど今回の講座の方ではですね貸金業務取扱主任者資格についての概要とその背景についてご案内させていただきたいと思いますそしてその後貸金業務取扱主任者の試験の概要ですねそちらの方のお話をさせていただきます最後に私ドナルド松山の講師紹介をさせていただこうと思います では早速貸金業務取扱主任者の概要についてお話しさせていただきたいと思いますえー、っと現在の、えー、貸金業法まあここでは改正貸金業法という言葉を使わさせていただきたいと思いますけど平成16年1月に施行されましあとでその背景についてもお話しさせていただきたいと思いますけれどその改正された貸金業法がですねまあ一条 施工2条施工、3条施工、4条、4段階で順次改正を施行していくという形だったんですけどそのうちの第3条改正つまり3番目ですね3番目の改正がちょうど平成21年に行われまして第1回目の試験を実施されました、ね。これがいわゆる国家資格としての貸金業務取扱主任者国家資格としての第1回目の試験だったんですね。でまあその試験を の合格者に対応して平成22年6月より貸金業務取扱主任者が設置各営業店に設置されるようになりましたよと設置義務化が22年6月からという形になっております。 じゃあ貸金業務取扱主任者の役割について押さえておきましょうこれはまあ試験問題でも出てくることがありますけどね確認しておきたいと思います貸金業の業務や法令条例に遵守して適正に行えるように貸金業者の従業者貸金業者のいわゆる従業員のことですね従事しているもののことですねに対して助言とか指導を行う、まあ、そういった立場にありますよということですねそして貸金業者は 今度は貸金業者の義務です、えー。主任者が業務を遂行できるような配慮をし,しなければならないことになっております。そして助言を受けた従業員、従業者っていう言葉を使ってますけどね、えー、従業者は主任者の助言、指導に従うようにこれは義務化されているということになります。この3つはし、あのー、しっかり押ささえててておいいくださいそしてもう一個、えー まあ概要のとところで押さえておきたいと思い思ます貸金業者は営業所ごとに貸金業務に従事する50名に対して少なくとも1名1名以上の専任の貸金業務取扱主任者の設置義務がありますよということです。ね、だから最低1名いるよと そしてその営業所で50名を超える場合には、まあえー、例えば50名を超えて100名以下だったら2名とかですねそんな形で、えー、主任者を設置しなければならないそして1000人という言葉が使われてますよねここもポイ,ントですポイントになりましてですね例えば新宿営業所と渋谷営業所もしやったとしますと、えー、2つの店で50人以下でやったとしても渋谷,営業渋谷営業所、新宿営業所でそれぞれ主任者を1000人で置かい なければならないっていう風になっております。だから兼任できないよっていうところですね。いうところを押さえておいてください。あと、えー、まあ、問題集とかまあ、テキストなんかでも書かれてると思いますけど、もし欠員が出た場合には直ちに、えー、別の主任者を、えー、もうあの。 専任しなければならないというふうな形になってますよねまあそういうところもしっかり押さえておいていただきたいと思いますそして貸金業務取扱主任者これは国家資格になりましたので当然試験に合格しなければなりませんこれだけでは業務を行うことができません試験に合格しかつ内閣総理大臣の登録が必要になりますねこういうふうに、えー、業務独占系の資格っていうのはですね試験に合格するだけではダメですよと登録が必要ですよと税理士試験とか、えー、弁護士試験なんていうのも そうですよね弁護士になるための試験とか税理士になるための試験っていうのは試験に合格するだけじゃなくて、えー、教会に、まあ、登録をしなければならないというふうになってますよね。なので、えー、業務独占系のものは試験合格だけじゃなくて内閣、えー、総理大臣の登録が必要だよというところもしっかり押さえておいてください。 はい背景のお話しましまょう背景はあまり試験には出てこないんですけれど、まああのー、この試験を受験される方っていうのは貸金業務のお仕事をされている方だと思いますなので、えー、しっかりこの背景についても知っておく必要があると思います。 だろうと思いますけどね。まあここでもまあ再度おさらいということで確認しておきたいと思います。以前の貸金業規制法の第43条というところ、これが実を言うと今回の、えー、改正貸金業法の、えー、施行のまあきっかけになったと言われております。利息制限法を超えた部分の利息を債務者が任意に弁済した場合、つまり利息、えー、制限法を超えて利息をまあ返した場合。 ま、それは、えー、任意なので債務者が返してもいいよって言った場合、まあ、それは、えー、有効な弁済とみなしますよ。えー、有効な弁済としますよ。これ、みなし弁債と言っております、まあ。していたんですけれど、平成18年、実はとこれは、えー、争いがありました。裁判になりました。で、最高裁まで行きました。平成18年の最高裁において、その任意性が否定する判決が下されました。そもそもも えー、債務者が任意に弁済したその任意っていうのは何なのかっていうことです。ね、で借りる立場からいきましょうお金を借りる立場からいっちゃいますと、えー、早くキャッシュが欲しい例えば、えー、中小企業の経営者にとってはまあ 財務省表上は健全であっても、えー、明日の支払いのためのお金が必要なんですよ。それがないと倒産してしまう危険がんですね。ということがあるのですごくキャッシュを大事にします。なので、えー、いわゆる、まあ、いわゆる資金繰りですね。資金繰りがうまいこといくためにお金を借りなければならない。だから、切羽詰まっている状況で契約を結ぶっていうことがあります。で、ね、その時に、まあ、その切っ詰まった状態で、えー、利払不足制限を超えて返してくださいねっていうのを、 まあ債務者が切羽詰まっている状態で債務者が OK だよっていうのは果たしてそれは任性って言えるかどうか、まあ、そういうことが争われたんですね。でその背景があってそれは任性っていうにはあまりにも酷、えー、だよっていうことで最高裁はそれを否定したということになります。 でまあ、それが貸金業法の改正に拍車がかかったって言われておりますでそもそもそれの問題点は何だったのかとこの利息制限法のいわゆるみなし弁済の問題最高裁で表されたポイントって何だったのかっていうのはポイント2つ目ですね当時利息制限法上限が20%でした金利が上限の金利が20%でしたまあ本当は10万円以下の部分が 20%10 万円を超えて100万円以下の部分が 18%100 万円を超える部分が15% なんていうふうな3段階になってたんですねで、それに対して出資法が 今は二十パーセントなんですけど、当時、えー、争い合った時の出資法の金利が二十九点二パーセントでした。で、そのもっと前が四十点ゼロ四パーセント、もっと前が百九点五パーセントって覚えている方もおられると思いますよね。えー、という形で出資法の金利がですね、二十九点二パーセント。その二十パーセントの二十九パーセント差額の部分のことをいわゆるグレーゾーン金利なんていうふうな、えー、呼び方されました。法律が異なってて、えー、上限金利が異なっててそこの部分がまあ合法なの 違法なのか ねまあ、そんなところがすごく問題になってたんでじゃあそれも揃えましょうねってなりましたそもそもこの2つの法律って何が違うかと言いますと時速制限法というのは民法なんですね民法から派生しているいわゆる契約行為に対して時速の部分どうしましょうかっていうのが時速制限法の法律出資法っていうのはいわゆる刑法なのでいわゆる違反したら刑法罰が与えられますよということでまあ業務とかそういったところを、まあ、あの管理するための法律ですよということ だから当然中身とかが異なっては仕方ないんですけどそこをやっぱり金利の部分は合わせないとダメねっていうことで、まあ、貸金業改正貸金業法の施行された時に出資法も改正されたという記きがあります。で貸金業取扱主任者は国家資格になりましたけど以前はです、ね、研修で終了することで取得できる民間資格になったんです。 民間近くだったんですねで貸金業もまあ規制を強化に伴って主任者も国家資格にしましょうねというふうな形になりましたはい、えー、貸金業を取扱主任者の試験についてのお話をさせていただきましょう、えー、実施時期毎年11月の第3週ですね日曜日ですかね第3日曜日っていうのがな形になります、えー、4択の問題ですマークシートになります問題数は50問ありますね 50問を120分で解いてくださいねということで1問に対して2分ちょっとぐらいですかねっていう形になります試験開始時間が13時ですのでそれ午後っていう形ですかね受験料は現時点では平成28年は8500円という形になっております平成27年の受験データを見ておきましょう受験者数1万186人 受験しておりまして合格者が3178人合格率が31.2%になっておりますまあ大体いい30%前後が合格率だよっていうところを見といていただけばいいかなと思います基準点合格の基準点を見ときましょう平成27年は50問中31問60%ちょっと超えてますね60%ちょっと超えてるって形になりますなので35問取れればまあほぼ えー、間違いないだろうというか形ですね323問だとちょっと落ちるかもしれないよということになるかもしれません。えー、っと平成26年が確か29問か30問かどっちかだったと思います。だから30問前後 ですかねえー、ここが合格ラインで、まあ、35問取れればまず落ちないだろう70%取れればまず落ちないだろうと思っていただければいいと思いますだからそこが目標にしていただければいいのかなと思います試験科目を見ておきましょう、えー、法でこれはも貸,金業貸金業法ですね、えー、および、まあ、それに関連する法律結構範囲が広いです22問から28問あります貸付に関する えー、取引貸付および貸付に付随する取引に関する法令及び実施に関することまあ業務の内容に関することってイメージに近いですかね14問から18問出てきます。そして貸金、えー、需要者これは 債務者および保証人ですね、保証者ですね、えーまあ、2つ合わせて貸金、事、え、業、ー、者というふうな呼び方をしてますけれど、それの保護に関することですすね問問か6問出てきますそれと財務および会計に関すること、パーソナルファイナンスおよびコーポレートファイナンスですね、この辺に関すること、だから会計とか財務とか出てきますので、貸借対象表とか、ですね、えー、個人でいっちゃいますとキャッシュフロー表とか、ですねそんなところが出てきますよと、2問から4問出てくるという形になります。 はい、えー、ちょっと私のご紹介させていただきたいと思いますドナルド松山というのは本名松山智彦と言います、えー、ファイナンシャルプランナーのお仕事それとセミナー関係のお仕事をしております資格、えー、セミナーと、えー、ごめんなさい資格講師とセミナー講師とおります下の方に一応大学の非常勤講師もやっております IT 関係のコンサルティングのお仕事もやっておりますそれとドナルド松山って不思議だなと思われる方がいると思います役者の芸名に使っておりますそれをまあ講座名にしているという形になっております じゃあ資格どんな資格を持っているかというところもちょっとご紹介させていただきたいと思います、えー、こんな資格を持っております CFP 証券外務員の一種一、えー、級ファイナンシャルプランニング技能士 DC プランナーの二級、えー 情報処理技術,、えー、技術者第1種、今応用と言っていいんですかね、IT パスポートなんていうのもあります。そして、ピンクにしております、貸金業務取扱主任者私は第1回目です。第1回目の合格です、えー。これを言っちゃいますと、それ簡単な時じゃんっていうふうに言われる方いるかもしれませんけど、まあ、こういった資格っていうのは、1回目が、まあ、卓業もそうでしたよね、宅建業も1回目がすごく合格率高かったと思いますけど、ただ、えー、結構難しかったです、まあ、1回目です。 して問題簡単に出てくるかなと思いますけど、まあ結構難しかったので、まああの足切りラインがちょっと低くなってたっていうふうなことがあったそうですね。まああのそれでも、まあ、あの勉強してきて、まあファイナンシャルプランナーのお仕事もしてますからね、貸金業の、えー、実際に貸金業務関係の取材とかも、あの貸金業協会とかですね、消費者金融協会とかでそういったところで取材してコラムとかも書いたこともありますので、えー、生実感なんちゃって、えー、主任者では、えー、ないと自負。 しておりますまああとは国内旅行業務とかそんなことをやっております。えー、講座ドナルド松山ブランドで使っている講座ということでまあ、e ランニングでやっているのが、えー、FP 技能士3級または2級の講座国内旅行取扱い管理者の講座あとは、えー、資格講座じゃなくてまああのー ファイナンシャルプランナーの絡みのですね講座マネーライフ基礎講座などもやっております。ぜひ興味がありましたらこちらの方もやっていただければと思い、えーまあ、受けていただければと思います。ということでですね貸金業務取扱新者のガイダンスのお話でしたけれどしっかり勉強していただければですね、えー、取れる資格ですしこれがないといわゆる消費者金融とか貸金業のお仕事ができない っていうこともありますのでね。しっかり学んで、しっかり合格して、そして業務に生かしていただければと思います。お疲れ様です。